ねえねえ、マリサ、初代からずっとプレイしてきたマリサにとって、ズバリ、モンハンのトラウマは何？そうだなぁ、卵運搬でティガレックスに襲われたり、サードで緊急クエのギギネブラになかなか勝てなかったり、リオレイヤーを捕獲しようとしたらゴアマガラに襲われたりと、振り返れば色々トラウマがあるぜ。聞くだけで恐ろしいシチュエーションね。もちろん、様々なトラウマがあっても、楽しくプレイできるのが、モンハンの素晴らしいところだがな。レイムはトラウマはないのか？私のトラウマはマガイマガドとキリンよ。それじゃあ今回は、過去に紹介した様々なトラウマシチュエーションの動画を、振り返っていこうじゃないか。いいわね。当時トラウマになった特殊個体5000。最初に紹介するトラウマ特殊個体は、錆びたクシャルダオラだぜ。クシャルダオラって表面が金属だから、徐々に錆びていくんだっけ？ああ、錆びた部位が痛みを発することと安全な場所を探すために凶暴化しているんだ。錆びたクシャルダオラはドスのオンラインから登場しているんだが、5Gのストーリーでボス扱いとして復活し、それで有名になったモンスターだな。で、マリサの言うトラウマって、どのシリーズに登場したサビタクシャルダオラなの？ 5Gに登場したサビタクシャルダオラだぜ。こいつはゲームのポジションも立派だが、能力も立派すぎて、タカがクシャルダオラとタカをくくったハンターたちにトラウマを植え付けたんだ。具体的にはどう能力が立派だったの？錆びている割には、肉質が通常種に比べて硬くなっているんだ。錆びてるのに？ああ、後ろ足は風をまとっていなくても波の切れ味じゃ弾かれてしまうし、風まといのタイミングでは紫ゲージでも弾かれるという恐ろしさだぜ。この時点で、特殊個体ならではの恐ろしさがあるわね。さらに体力も高いから、このやりにくい状況で長期戦を余儀なくされるんだ。攻めにくいし体力は多いしで、厄介な特殊個体だわ。でも、トラウマってことは、まだ何か厄介な点があるのよね。ああ、最もヤバいのは、攻撃能力の高さだぜ。通常のクシャルダオラよりはるかに攻撃力が高く、巨大竜巻の威力も凄まじいことになっていて、剣士が一撃で葬られるレベルだ。風圧で拘束されているうちに何がしかの攻撃を受けただけでも、致命傷だぜ。それはトラウマになるわね。トラウマ要素はまだあるぜ。なんと、この錆びたクシャルダオラは新モーションも使ってくるんだ。そのうちの一つの回り込み行動は、手動カメラじゃ追い切れないレベルのスピードで死角に回り込んでくるんだぜ。高い攻撃力を持ったモンスターが素早く回り込んでくるなんて、恐怖しかないわ。さらに前足叩きつけと頭突きという新モーションも獲得しているんだ。この技の威力も馬鹿にならないんだぜ。体力、硬さ、攻撃力、厄介な新モーション。凄まじいわね。さらにクシャルダオラ本来の厄介な風圧や竜巻もあるからな。4Gの錆びたクシャルダオラは気性が荒いという設定に負けないほどの戦闘能力で、プレイヤーたちに忘れがたいトラウマを植え付けた特殊個体なんだぜ。クシャルダオラだし大丈夫でしょってノリで突っ込んだ人、みんなトラウマになってそう。次に紹介するのは、トライで乱入システムを知らしめたイビル城の特殊個体、怒り食らうイビル城だぜ。怒り食らうイビル城って、どこがどう特殊個体なのかしら？イビル城は代謝が高すぎて、常に捕食を繰り返さないと死んでしまうんだ。そんなわけで日夜、闘争に明け暮れるため、イビル城は基本的に短命なんだぜ。まあ、戦い続けて生き延びるのは、イビル城でも楽じゃないわね。だが、本来であれば生き絶えるはずのイビル城が、長い年数を生き延びることもあるんだ。その場合、空腹の感覚が暴走して、捕食本能がひときわ強い個体になってしまう。それが、怒り食らうイビル城なんだぜ。なるほど、長生きしすぎて、食欲が暴走してしまったのね。それだけでなく、戦いに明け暮れた年数が他の個体よりも多いため、戦闘能力もズバ抜けているんだ。恐ろしい存在だわ。さて、そんな怒り食らうイビル城だが、今回は初登場のトライGをピックアップするぜ。当時の初見ハンターたちは、その姿を見て悪魔だと思ったそうだぜ。確かに、モンスターというよりは悪魔よね。やっぱり強かったのかしら？ああ、まず火怒り時の肉質からして違っていたからな。イビル城戦の定石は比較的柔らかい後ろ足を攻撃して転ばせることなんだが、怒り食らうイビル城は後ろ足が硬くなっているんだぜ。これにより、攻め込むきっかけが少なくなり、ダメージを与えるのが大変なんだ。数値上の体力は通常個体の方が上なんだが、特殊個体の方が時間がかかるだろうな。体力だけでタフさは決まらないのね。そして恐ろしいのが、流強化状態に変化した時だ。うわ、本当に悪魔みたいな姿になるのね。怒り状態と同じで攻撃力に補正がかかるんだが、その数値はまさかの 1.5 倍だぜ。怒り食らうイビル城は素の攻撃力も高いから、恐ろしい状態になるんだ。ガンナーなら、ほぼ全ての攻撃で即死するレベルだぜ。となると、剣士もかなりヤバいわね。ああ、さらに攻撃技の性能もかなり上がっているぜ。食欲のせいか、連続噛みつきには高い追尾性能が追加されているんだ。岩飛ばしの岩もかなり巨大なものになっているし、ブレスの判定も広がっているぜ。
さらに前方噛みつきなどをキャンセルして交代してブレスを吐くこともあり、勢いで攻めていると、まんまとブレスの餌食になるんだ。長い年数を生きてきたことで、狡猾にもなっているのね。そういうことだな。怒り食らうイビル嬢がトラウマ特殊個体な理由がよくわかったわ。理由はまだあるぜ。まだあるの？ああ、イビル嬢は乱入が基本のモンスターなんだが、怒り食らうイビル嬢も乱入でしか登場しなくてな。しかもレアモンスター扱いで、イビル嬢乱入時の 5% を引かないと会えなかったんだ。そんなレアモンスターなのに、固有素材が装備強化にいくつも必要だったんだぜ。それは出会うまでの作業もトラウマかもしれないわね。ああ、だが後のイベントクエスト、災いの兆し、では、クルペッコが確実に怒り食らうイビル嬢を呼んでくれたし、後々には怒り食らうイビル嬢自体がターゲットのクエストもたくさん登場したぜ。じゃあ、出会うまでのハードルのトラウマは解決したのね。ああ、だが今度は、最初に話した戦闘能力がトラウマになるぜ。怒り食らうイビル嬢、本当にトラウマの塊だわ。次に紹介するトラウマ特殊個体は、タケリハゼルブラキディオスだぜ。ブラキディオスの特殊個体ね。ああ、プレイヤーから臨界ブラッドも呼ばれる、おなじみの特殊個体だな。元から人気だったが、アイスボーンの粋な演出でさらに人気が急上昇していたぜ。じゃあ、トラウマになるのはやっぱり、アイスボーンなの？いや、トラウマになったのは、初登場のゴージーだぜ。あら、初登場でトラウマになっちゃったのね。細かい説明は省くが、タケリハゼルブラキディオスは、身にまとう粘菌が活性化しているんだ。そのため、通常個体なら緑色のはずの粘菌が、最初から起爆前のオレンジ色になっているぜ。今にも爆発しそうな雰囲気だわ。これが問題なのかしら？ああ、オレンジ色の粘菌はさらに赤く変化するんだが、そのタイミングで赤い粘菌の部位を攻撃すると、爆発が起きてしまうんだ。攻撃したつもりが、爆発によるカウンターを受けてしまうわけだな。だから、通常個体と違い、攻撃する場所を選ばないと自殺行為になってしまうんだ。あのブラキディオスと、攻撃する部位を選びながら戦うの、難しいわね。粘菌の爆発は時間経過でも起こるから、様子見をしてもいいけどな。だが、ソロならともかくマルチだと大パニックになるぜ。自分が狙ってなくとも、仲間が赤い部位を攻撃して、全員が吹っ飛ぶなんて日常茶飯事だ。ああ、マルチで行くと逆に危険が増すのね。そういうことだな。粘菌の活性化のせいで、タケリハゼルブラキディオスは隙が少なくなっているんだ。ただでさえ強いのに、攻撃もしにくいのね。しかも、通常個体の怒り時は攻撃の際に同時に粘菌が爆発するが、タケリハゼルブラキディオスは粘菌が赤い状態ならこれが起きてしまうぜ。それに、通常個体なら爆発のない攻撃でさえ爆発が起こったりするんだ。大量の粘菌を脱出の叩きつけ攻撃も、瞬時に粘菌が爆発するんだぜ。もはや近寄れなくない？怒り状態以外でも、各部位の粘菌の色を見ていないと危険なんだ。通常個体なら避けられる攻撃が、場合によっては避けられなくなっているし、威力も高くて、大爆発に巻き込まれたら一瞬でキャンプ送りなんてこともあるからな。初登場から飛ばしすぎじゃないかしらね。というか、4G が難しすぎるのかしら？それもあるが、タケリハゼルブラキディオスのクエストは古文書を解読しないと出ないんだ。古文書解読で登場するモンスターはどれも強力で、ティガレックス希少種やゴブマジオスの強化個体など、他もトラウマ級なんだぜ。タケリハゼルブラキディオスはそんな古文書クエストで初登場だったから、他の特殊個体モンスターより強くて、トラウマ度合いも強くなったんだろう。なるほど、それなら強さにも納得だわ。4G がトラウマメーカーな気がしてきたけど、そこは気にしないでおくわね。さて、次に紹介するトラウマ特殊個体は、月光したラージャンだぜ。絶対に紹介されると思ったわ。通常個体でも恐ろしいのに、さらにその特殊個体だもんね。でも、月光したラージャンって、どういう個体なんだっけ？ラージャンは興奮時に体毛が金色になるが、この状態はエネルギー消耗が激しいんだ。そのため、金色になってもしばらくすれば元に戻るんだぜ。リミッターが体の中にあるのね。ああ、通常個体も尻尾を攻撃することで陶器化を解除できることから、ラージャンの興奮を制御するリミッターは尻尾だと言われているぜ。だが、この尻尾を損傷するか失うかしてリミッターが機能しなくなり、ずっと金色のままでいるラージャンが、稀に現れるんだ。それが月光したラージャンなのね。霊夢が言ったように、ただでさえ凶暴凶悪なラージャンの特殊個体だから、その危険性は折り紙付きだ。目撃した人間は、ほぼ例外なく命を奪われているため、情報も出回っていないからな。設定からして、トラウマになりそうな匂いがプンプンしているわね。そして今回、トラウマとして紹介するのは、これまた 4G の月光したラージャンだぜ。初登場の作品じゃないの？セカンド G の月光したラージャンもトラウマといえばトラウマなんだが、通常個体よりも戦いやすい部分もあるにはあって、人によっては少し楽だったんだよな。でも、4G の月光したラージャンは違うと、
激高したラージャン自体はフォーデスデに復活していたんだが、その時点でセカンド G の個体以上に強くなっていたんだぜ。具体的にはどうだったの？まず、セカンド G の激高したラージャンは怒りに応じて攻撃力は上がるが、逆に通常個体よりも動きは遅くなっていたんだ。あら、じゃあ避けやすいけど当たったら終わりみたいな感じだったのね。そうだな。だが、フォーで復活した激高したラージャンはその弱点を見事に克服していたんだ。怒り状態になると、通常個体以上のスピードで動き回るようになったんだぜ。欠点が一つなくなったのね。さらに、トライから追加されたモンスターの疲労状態が、激高したラージャンには存在しない。常に起こっている、リミッターが壊れた個体だからだろうな。この時点で、だいぶ強化されていたのね。そして 4G になり、激高したラージャンはさらに強化されたぜ。新モーションとして高速攻撃が追加されたんだ。さらに、4からの強化要素だった陶器効果状態を頻発させてくるんだぜ。腕が真っ赤になった状態だと、戦いにくくなるのよね。なんか、4G の激高したラージャン、完全体って感じがするわ。とはいえ、激高したラージャンはどの作品で戦っても衝撃的だから、出会った人は大体トラウマになっていると思うぜ。まあ、それはよくわかるわ。さて、次に紹介するのは、交流ミラボレアス、通称ミラバルカンの特殊個体、通称ミララースだぜ。4G にのみ登場する、かなり特殊な近畿のモンスターだな。おお、またもや 4G。ミラボレアスが起こったのがミラバルカンで、その特殊個体ってことよね。ああ、ややこしいがそういうことになるぜ。じゃあ、問答無用でトラウマ級に強いんじゃないの？まず戦闘能力だが、ミラバルカンよりも完全に上だぜ。ミラバルカンの攻撃をすべて踏襲しつつ新しい攻撃もしてくるからな。じゃあ、攻撃のバリエーションは相当に豊富なのね。さらに、ミララースならではのヤバい部分もあるのよね。もちろんあって、筆頭はプロミネンスと呼ばれる地面から吹き出る炎だな。これはミララースの動きとは関係なく、勝手に噴出する点が厄介なんだ。ミララースの動きを見ながら回復しようにも、真下に炎が出現したら終わりだぜ。それ、運ゲーでは？さらに、剣士にとって特に厄介なのは足踏みでも炎が上がる点で、足踏みにもダメージと尻餅の効果があり、炎には火属性やられがついているぜ。だから、下手をすると足元にいるだけで大ダメージを受けることになるんだ。そんなの反則だわ。さらに、大熱波という大技も持っているぜ。方向とともに翼を羽ばたかせて、凄まじい熱波を周囲一帯に放つんだ。この熱波に巻き込まれると、強烈なスリップダメージが発生するぜ。回復飲んでおかないと死んじゃうわ。そうなんだが、近くにいるという風圧、遠くでも風圧、台、を受ける点が厄介なんだ。下手に風圧に巻き込まれてスリップダメージをまともに受けたら、焦げにく確定だぜ。これ、範囲外に逃げたりできないの？それもできるが、戦闘エリアの半分以上を巻き込む攻撃だから、近接で戦っていた人は大体巻き込まれてしまうぜ。他にも、チャージブレスからの滑空という悪夢のような攻撃もしてくるから、ミララースがトラウマになった人はかなり多いと思うぜ。話を聞くに、クリアさせる気があったのか、開発に聞きたくなるわね。モンスターに命を奪われた事件7000。最初に紹介する人命が失われた事例は、依頼文が悲惨なアルクエスト、金と銀がもたらす悲哀、だぜ。聞いたことがないんだけど、これはどのシリーズのクエストなのかしら？ダブルクロスの G級クエストで、かなり高難度なクエストだな。これはリオレウス希少種とリオレイア希少種の、どう猛か個体の同時狩猟となっているぜ。舞台となるフィールドは、これまたダブルクロスで新登場したい軍令だ。リオレウス希少種とリオレイア希少種の、同時狩猟って時点で難しいのがわかるけど、問題となるのは依頼文なのよね。その通りだ。このクエストの依頼者は、暗い目をした未亡人で、この時点で悲しい雰囲気が漂うぜ。未亡人？最近ではあまり使わない言葉だが、夫と死別した女性のことだぜ。もしかして、この人はリオ夫婦希少種に夫を？とりあえず、依頼文を読み上げるぜ。あの日、金華竜と銀華竜からかばってくれたあの人。でも、獰猛な奴らの前ではなすすべもなく、一人残った私は2頭を追い続け、異軍霊の巣を突き止めました。あちらは2頭。でも、私は一人。どうかこの苦しみを終わらせて。以上だ。あの人とは夫のことで、すでに命を奪われているんだぜ。妻をかばって、命を落としてしまったのね。目の前で夫を殺されてしまった彼女の悲痛さが伝わるよな。リオレウスとリオレイアって、ハンターにとってはおなじみの存在だし、普段は気楽に飼っている存在かもしれないけど、他の一般人からしたらとんでもない脅威だし、命を奪われかねないのね。まさにその通りで、モンスターたちは本当に馬鹿にならない存在なんだぜ。今回に関しては希少種でさらにどう猛か個体という事例だけどな。バカらしい内容のクエスト依頼文が目立つモンハン世界だが、中にはこういう、モンスターの危険性と残忍さを際立たせる依頼文もあるということだ。ネタとしか思えない依頼文の中にこんなのが混じってたら、さすがに真顔になるわ。でも、絶対に倒してあげたいと思ってしまうわね。
次に紹介するのは、またもダブルクロスのクエスト依頼文だ。G9オストガロアの討伐クエスト、ムクロム投入だぜ。依頼人は、ムクロのような容貌の老人だ。依頼人のイメージの時点で、すでに悲惨さが漂っているわね。しかもオストガロアって、とんでもない固有だったわよね。ああ、オストガロアは鈍色さが有名な固有なんだ。ひとまず、依頼文を読んでみようか。あの日、村は一夜にして消えた。海のそばで共に暮らした仲間たちも、生まれたばかりの幼子も、みんな奪われてしまった。何の因果か残されたわしは、ただ一つの望みを抱いて生きてきた。オストガロア、奴を文字通りムクロに変えてくれ。以上だぜ。村が全滅しているじゃない。さっきのクエストとは、まるで規模が違うわ。相手が固有だからこその被害規模だな。この老人と共に過ごした村の仲間も、子供たちも、すべてオストガロアに貪り尽くされてしまったんだぜ。残された老人は、オストガロアへの復讐のためだけに生きていたんだ。その一文だけで、クエストの報酬を用意する苦労が浮かぶわね。ハンターにとって、オストガロアは銀行とまで言われた周回対象だったが、世界観的にはめちゃくちゃ恐ろしいモンスターだし、モンハン世界の人間にとっては文字通り悪魔のような存在ということだな。それはわかったけど、ダブルクロスの依頼文、なんか妙に重くないかしら？ダブルクロスは歴代シリーズの中でも、重い依頼文が多いことで有名だからな。モンハン世界は実は残酷なんだってことを伝えたかったのかしらね。次に紹介するのは、素材としても活用される達人のドクロ、だぜ。セカンド G 以前の作品に登場していたアイテムだな。ドクロって、確か頭蓋骨のことよね？達人のドクロってことは、まさか。ひとまず、アイテムの説明文を見てみようか。達人級のハンターといえど、一瞬の油断で焦点してしまう。そんな彼らの無念が見える。説明文の内容は以上だ。焦点した割に、悔いが残ってそうね。悔いなく焦点できるのは剣王くらいのものだぜ。冗談は置いておいて、本当にハンターの頭蓋骨がアイテムになっていたのね。ハンターって、何を食らっても死にはしないイメージがあったわ。プレイヤー目線からするとそうだな。操作キャラクターのハンターは体力がゼロになると動けなくなるが、あれは力尽きただけで、死亡したわけじゃないんだ。猫宅で運ばれた後に復活するしね。だが、シャレにならない一撃をもらってしまい、本当に命を落とすハンターもいるんだ。そのハンターのムクロが、達人のドクロなんだぜ。ハンターも死ぬことがあるって事実を、アイテムの説明文で見せてるのね。というか、アイテムってことはいくつも手に入るの。ああ、達人のドクロはチャチャブーの落とし物や卑怯で手に入るから、命を落とすハンターはそれなりにいるということがわかるな。しかも、最初に言ったように、達人のドクロは素材アイテムなんだ。人の頭蓋骨を素材にするの。主にデスギアシリーズやスカルフェイスの生産で使われるな。どちらも優秀な防具で、不謹慎な割には使われる率は高いぜ。スカルフェイスとか、露骨に頭蓋骨を被っているわね。命を落としたハンターはどう思っているのかしら。自分の頭蓋骨を装備したハンターがモンスターを倒してくれるんだし、無念を晴らしてくれてることを喜んでいるかもしれないぜ。なるほど。というか、そうでも思ってないと怖くて使ってられないわ。さて、次に紹介するのはポータブル2で初登場したクエスト。異常神域のクエスト依頼文から推察できる内容だぜ。あら、今度はダブルクロスじゃないのね。そればっかり紹介するのもなんだしな。ちなみに、異常神域のクエスト自体は、クロスシリーズやサンブレイクにも登場しているが、初登場のポータブル2の依頼文を紹介させてもらうぜ。このクエストはティガレックスの2頭同時狩猟という難しい内容だ。ティガレックスって、ポータブル2の看板として登場したわけだし、そんなモンスターが2頭同時な時点で難しくないわけがないわね。でも、どんな依頼文だったの？では、ギルドマスターからの依頼文を読み上げるぜ。モンスター討伐に向かった上位ハンターたちが、2頭の合流に襲われ全滅してしまいおった。合流を排除し、救助隊の安全な侵入ルートを確保するのじゃ。異常だぜ。ティガレックスが2頭もいるんじゃ、上位ハンターたちもかなわないわね。でも、曲がりなりにもハンターだし、救助隊も向かっているし、人の命が奪われたわけではないんじゃないの？生きているのか死んでいるのか、明確な描写がないんだぜ。救助隊が到着しない限り、上位ハンターたちの生死は不明なんだ。じゃあ、命を落としたハンターがいるかもしれないのね。達人のドクロみたいに。そういうことだ。すべてがわかるのは、クエストクリア後に救助隊が到着してからだろうな。その後が気になってしょうがなくなるわね。でも、こうなると他のクエストの依頼文も怖くなってくるわ。さらっと全滅したとか、返り討ちにあったとか語られるクエスト依頼文だが、蓋を開けてみれば、意外と人が死んでいる事例もあるかもしれないぜ。達人のドクロを紹介した後だと、なおさら際立つ依頼文だよな。確かに、ハンターが亡くなる事実を痛感してからだとなおさら怖いわ。あと、マリサはそういう演出をする労力を他に使った方がいいわね。
さて、次に紹介するのは、またもダブルクロスのクエスト。仮魂よさ中に眠れの依頼文だぜ。ダブルクロスのクエストの依頼文、人の命が奪われすぎだわ。このクエストのターゲットは、獰猛化したボルボロスとティガレックスとディノバルドだ。獰猛化個体を3体も倒す必要があるという、文句なしの高難度クエストだな。今度は誰が亡くなっているのかしら？順を追って話すが、依頼人は、悲しみを称えた老貴族だぜ。早速だが、依頼文を読み上げるぞ。あの狩りから、私の息子は戻ってこなかった。狩りに人生を捧げた男だったから、本望だろう。だが私は違う。なんとか息子の形見だけでも探したいのだ。そこはどう猛な竜や獣の住みか。危険は承知だ。私のわがままを聞いてくれぬか。以上が依頼文の内容だぜ。達人のドクロの人みたいに、狩猟中に亡くなってしまったのね。どう猛か個体はプレイヤーが操る主人公ハンターでも苦戦する相手だ。他の一般のハンターにとってどれほど脅威なのかは、言うまでもないな。霊夢の言うように、達人のドクロのようなことになってしまったんだろう。それで、父親がせめて形見を見つけたがっているのね。胸が締め付けられる依頼文だわ。改めて、主人公の優秀さが伝わる内容でもあるな。クリア後にどうなったのかはわからないが、この老貴族が息子の形見を見つけられたことを祈りたくなる内容だぜ。そうね、モンハン世界は残酷だけど、それくらいの救いはあってほしいわね。さて、次は設定上で描写されている人命が失われた事例だ。モンハンシリーズでおなじみのパーティープレイが4人までとなっている理由の話だぜ。なんとなく4人までってルールを受け入れていたけど、そんなに悲惨な理由があったの？その理由となる出来事が起きたのは、ハンターという職業がまだ広まってない頃なんだ。ある友人族の男ハンターが、ココット山に潜むドラゴンを討伐しに行ったんだぜ。彼は4人の仲間とパーティーを組んでいたんだ。となると、5人で戦いに行ったのね。ドラゴンってことは、固有かしら？種類まではわからないが、固有であることは間違いないだろう。5人とその固有は激闘を繰り広げたんだが、戦いの末に、パーティーの1人が命を落としてしまったんだぜ。5人以上で狩猟に行くのが禁止されたのは、このエピソードがきっかけだったんだ。現実的な問題が発生するとか、そういうことではないのね。どちらかというと、迷信とかジンクスのようなものだな。実際、本当にシャレにならない時は、ギルドもこの人数制限を破棄するぜ。そして、この迷信ができるきっかけとなった固有との激闘を繰り広げたのが、初代シリーズに登場する、ココット村の村長なんだ。あの人が関わっていたの。最初に行った友人族の男ハンターがココット村の村長だぜ。そして、命を落としたのは村長の婚約者だった女性なんだ。そんな残酷なことが起きていたのね。なんとなくクエストをこなしているだけでは気づけない、悲惨な話だわ。さて、次に紹介するのは近畿のモンスター代表格のミラボレアスに関わる話。いわゆる黒竜伝説の事例だ。黒竜伝説ってあれよね、シュレイド王国の話よね。それだけではないが、まあ順を追って話していこう。霊夢の言う通り、ミラボレアスは一夜にして大国シュレイドを滅ぼしているぜ。細かい描写こそないが、大国をあっという間に滅ぼしたわけだから、確実に数千人か数万人は命を落としているだろうな。モンハン世界の人口はわからないけど、数十万人の可能性もあるのかしら。否定はできないところだな。シュレイド王国を滅ぼしたミラボレアスは、そのままシュレイド城に居座ったぜ。作中でハンターと戦う時も、シュレイド城が舞台だもんね。ああ、そして過去にミラボレアスに遭遇した人はたくさんいるんだ。まず、大昔にシュレイドに起きた異変を調べるため、調査者が向かっているんだが、その人間たちが帰還することはなかったぜ。それが原因で、シュレイドは侵入禁止区域になったんだ。シュレイドの人たちだけでなく、調査に来た人たちも命を落としたのね。さらに、現在に至るまでにハンターもシュレイド跡地に赴いているぜ。実力がない人たちではないのよね。ああ、勇気も実力も折り紙付きの実力者だぜ。だが、シュレイドに赴いたハンターたちも、失踪してしまうんだぜ。ハンターの中には生還した人もいたんだが、事情を聞かれても絶対に話そうとはしなかったんだ。国を滅ぼして、調査に来た人もハンターたちも殺してしまったのね。改めて、ミラボレアスの恐ろしさを感じるわ。シュレイドのどこかには、ハンターたちのドクロがあるのかしら。それは不明だが、国有の胸郭には、ハンターたちのブブが溶けて付着しているんだ。説明によると、ミラボレアスは仕留めたハンターのブブを持ち帰るそうだが、丁寧にブブを剥がすなんてことは想像しにくいし、ブブの持ち主だったハンターたちが、どんな最後を迎えたのかは推して知るべしだぜ。さらっと恐ろしいことを言わないでよ。というか、他の近畿のモンスターもかなり人命を奪ってるんじゃない？アルバトリオンはいるだけで災害を起こして、船などを撃墜しているし、グランミラオスに至っては、直接人類に攻撃を仕掛けて絶滅寸前に追いやっているぜ。やっぱり、近畿のモンスターは恐ろしいわ。全ハンターのトラウマ、イビル城の歴史を徹底解説。
まずはイビル城を語る上で欠かせないヤバい生態から話していくぜ。よく知らないんだけど、いつもお腹を空かせているのよね。ああ、霊夢の言う通り、イビル城といえば並外れた食欲が真っ先に思い浮かぶよな。イビル城は異常なほど代謝が良くて、体を保つために常にエネルギーを求めているんだ。だから食べても食べても食べ続けようとするんだぜ。ただの食いしん坊じゃなくて、生きるために必要なことなのね。完全肉食で捕食対象はあらゆる地域のあらゆる生物だ。火山のような灼熱地獄だろうが、凍土のような極寒だろうが、お構いなしに出向いては草食動物から固有、果ては同族まで食べるぞ。さらっととんでもないこと言ったわね。固有みたいな危険なモンスターも食べる上に共食いまでするなんて怖すぎよ。ところでモンハンの世界は硬そうなモンスターがいっぱいいるけど、そんなモンスターでも食べるのかしら？硬い鱗も外殻もイビル城には関係ないぜ。その秘密は顎とよだれにあるんだ。顎の力が強いのはなんとなくわかるけど、よだれって？イビル城のよだれは強酸性で触れたものを一瞬で腐食させるんだ。そして柔らかくなった肉をあの顎で噛み砕くっていう寸法だな。しかし捕食特化のイビル城でも食事において欠点があるんだぜ。え、そうなの？何かしら？さっきとも食いするっていう話をしただろ？イビル城は体内に有属性エネルギーを作る器官を持っているんだが、自身の弱点属性もまた有属性なんだぜ。共食いすると弱点属性を取り込むことになるわけだから、体には良くないんだ。食べる側も食べられる側も苦しむことになるのね。共食いしなきゃいいのにって思うけど、食べないと生きていけないし、ちょっとかわいそうだわ。共食いのこともだけど、そもそも厳しい自然界で腹を満たせるだけの、食べ物と幸運に恵まれ続けないと生きていけないからな。イビル城のほとんどは天寿を全うすることはできないんだぜ。それでも現在まで絶滅してないのよね。イビル城って意外と子育てがうまいのかしら。いや、まあ楽だぜ。そもそもイビル城の繁殖チャンスは極めて稀で、同じ土地で発情期のオスメスが満腹状態で出会うことが繁殖の条件なんだ。違う土地なら出会えないし、発情期でも同性同士は繁殖できないもんね。もしどっちかが満腹状態じゃなかったら、殺し合いだな。凶暴すぎるわ。そうして無理難題をかいくぐった末にやっと子供が生まれるわけなんだが、生まれたばかりの子供にも試練が襲いかかるんだ。え、まさか。そのまさかだ。出産で減ったエネルギーを他で補給できないと知った母親は、我が子すらも容赦なく捕食するんだぜ。動物が子供を食べること自体珍しくはないけど、さすがに気の毒ね。気になる子育てについては明らかになってないみたいだな。と、まあ、生みの親すらも自分の敵となりうる環境で、生まれてすぐから視線を越え続けた個体だけが晴れて大人になるわけだぜ。凶暴な見た目だけど生態を知ると同情しちゃうわね。生き残れた個体には幸せになってほしいわ。と、言いたいところだがそうも言ってられないんだ。霊夢、これを見てくれ。これって怒り食らうイビル城よね。イビル城の特殊個体だったかしら。実は怒り食らうイビル城は食べ物に恵まれ続けた結果の姿なんだ。老化で食欲のリミッターが壊れて常に飢えを感じているんだぜ。イビル城の生態から生き残ってるってだけでも相当強いはずよね。やっぱりより一層凶暴なのかしら。腹ペコを通り越して常に飢餓感、つまりは命の危機を感じているから、通常のイビル城より凶暴性もマシマシになっているぜ。とはいえ膨大な有属性エネルギーのせいで長くは生きられないんだけどな。長生きがいいことであるとは限らないのね。って、ちょっと待って、イビル城って生き物として欠陥点多すぎない？ああ、本当に今までよく生き残ってきたよな。しかも翼も外殻もないから生存競争はやや不利なはずなんだ。自然界は厳しいのに筋肉だけで強引に生きてきたんだからすごいよな。力こそパワー、ってわけね。それで通用してきたんだから脳筋すぎるわ。次は歴代モンハンにおけるイビル城を見ていこう。まずはトライから紹介するぜ。トライから登場してたのね。なんとなくサードからかなって思ってたわ。もしかしたら視聴者さんの中にも霊夢と同じことを思っていた人はいるんじゃないか。トライにおけるイビル城は乱入とイベントクエストを除けばラスボスのアルバトリオンを倒さないと解禁されない裏ボスポジションだったんだ。ってことは裏ボスが乱入してきたってこと？とんでもないわね。思い返すとかなりの鬼畜だったな。しかも当時のイビル城はプレイヤーの間では最前世紀とも言われるほどに強いんだ。今よりも攻撃力が高かったってことかしら？いや、攻撃力に関してはほぼ同じなんだが、他の作品と比べると毒に強かったり攻撃後の隙が小さかったんだよな。細かいところだけどそのちょっとしたことが苦しかったんだぜ。でも歴代最強という割にはちょっとインパクトが薄いわね。なんかもっとわかりやすい最強エピソードはないかしら？わかりやすく無理ゲー感があるのはイベントクエストの世界を食らうものに、登場したイビル城だろうな。というわけでこちらがそのイビル城だ。な、何よこれ。そのサイズなんと40メートルの歴代最高サイズのイビル城だぜ。山つかみとほぼ同じサイズ。霊夢にもわかりやすく言うと大体大なずきに対分だ。サイズのついでに攻撃力もアップされていて、でかい強い怖いの3拍子揃った豪華欲張りセットだ。もうここまで来るとゴジラ並みね。
て次はサードの解説に移ろう。新モーションが追加されたがかなり避けやすいものだったり、肉質も柔らかくなったりと、前作と比べるとやや戦いやすくなったな。狩りやすく調整されたのは嬉しいわね。こんな怖いモンスター相手の狩りは1秒でも早く終わらせたいもの。トライをプレイした人は物足りなさを感じたらしいが、怖さを残した絶妙な調整でハンターたちのトラウマであり続けたんだ。しかもサードは手軽に遊べる PSP で展開されたから、ご新規さんや復帰勢が多くてな、トライの頃より多くの人にトラウマを植え付けたんだぜ。何も知らない人からしたらいきなりこんなモンスターが乱入してきたら、そりゃあトラウマになるでしょうね。私なら泣きながら PSP を投げちゃいそうよ。メインターゲットを狩り終わった後のワーニングがまた怖いんだよな。でもこれはまだ親切な方なんだぜ。これで親切ってどういうことよ。次はトライ G の解説に移るが本当の悪夢はここからだ。PSP から 3DS になったのよね。3DS も携帯機だから手軽に遊べそうだわ。それで、聞くのが怖いんだけど本当の悪夢って何かしら？ああ、トライ G では特殊個体の怒り食らうイビル城が初登場したんだ。ここで来ちゃったのね。今作でもイビル城は当然のように乱入してくるが、G 級では怒り食らうイビル城も乱入してきたからそれはそれは怖かったんだ。しかも乱入システムがトライの仕様に戻ったんだぜ。トライの乱入システムって？前作のサードではメインターゲットを狩り終わった後に、ワーニングの文字が入って乱入が知らされたって話だろ？トライではそれがなくてクエスト中に何の予告もなくしれっと乱入してきたんだ。ということは狩り終わったから乱入は無視して帰りましょ。っていうのはできないってことよね？ああ、クエスト達成までの間何度も邪魔をされることになるぜ。クエスト達成までずっと怒り食らうイビル城に追いかけられる、なんてこともよくあることだったんだ。それは確かに悪夢だわ。続いては 4G のイビル城を紹介だ。まずは4から解説するぜ。ここでも続投してたのね。4といえば鬼畜と言われてるギルドクエストと恐竜化が特徴だけど、イビル城も恐竜化して大暴れしたの？残念ながら4では恐竜化イビル城は登場しなかったし、イビル城が主要対象のギルドクエストも存在しなかったんだ。代わりと言っちゃなんだが、乱入モンスターとしての立ち位置は健在だったし、怒り食らうイビル城も元気に続投していたぜ。それは喜んでいいことなのかしら。しかも4のイビル城は多くの単体主要クエストで乱入する仕様だったんだ。体感だけど確かに前作よりもイビル城に乱入されることが多かった気がするぜ。そんな気軽にすれ違いたくないわ。だが、続編の 4G では皆様お待ちかねの、恐竜化極限化したイビル城が実装されたんだ。しかも恐竜化極限化したイビル城のギルドクエストも登場したぜ。鬼畜モンスターの鬼畜クエストなんて狩る前から絶望しそうだわ。でもギルドクエストのクリアは任意でしょ？そんな怖いクエストわざわざ受けなければいいんじゃないかしら？ところがそうもいかないんだ。ギルドクエストは高レベルでかつ、危険度の高いモンスターであるほど報酬が美味しくなるんだ。だからラージャンやイビル城のギルドクエストはとても人気で、全国のハンターたちは泣きながらギルドクエストを周回していたぜ。何もそこまでしなくても、と言いたいけど、私も買いかクエストを回しまくってるし気持ちはわかるわね。そういえば怒り食らうイビル城はギルドクエストには登場してないのかしら？ああ、怒り食らうイビル城のギルドクエストはなかったな。ちなみに特殊個体仲間の激高したラージャンもギルドクエストはなかったぞ。それはちょっと安心ね。ところで 4G のイビル城は強化や弱体化といった調整はあったの？ああ、それなら新モーションが追加されて強化されたぜ。斜め上方向に投げ払うブレスやデンプシーキャンセルからの踏みつけなど、より多彩な攻撃を見せるようになったな。岩飛ばしの岩が巨大化して着弾地点からバウンドして転がってくるようにもなったぞ。トライのイビル城が最強って言ってたけど、私は 4G のイビル城が今のところ一番怖いわ。特にギルドクエストのイビル城なんて勝てる気がしないわよ。ここからは比較的最近の作品を見ていくぜ。まずはクロスから行こうか。恐竜化と極限化はなかったけど、確か違う形で強化があったのよね。ああ、どう思うかのことだな。そうそれよ。恐竜化や極限化とはどう違うのかしら？恐竜化や極限化は恐竜ウイルスに関係していたが、どう猛化はモンスターが何らかの要因でどう猛になった状態なんだ。肉質や体力が強化されたり行動スピードが変化したり疲労状態にならなかったりと、システム的には恐竜化や極限化に似ているぜ。理由はわからないけど凶暴になってるのね。やっぱりイビル城のどう猛化個体も実装されたの？ああ、普通のイビル城でさえ体力が多めなのに、どう猛化したイビル城は体力も強化されてさらにタフになっていたな。だからソロでの狩猟はなかなかきつくて長期戦になることが多かったぜ。長い時間戦わないといけないのに相手は全然疲れないってことよね。なんて厄介なの。どう思うかこそ難儀だが作品を通してみるとイビル城の影はやや薄めなんだ。
クロスではイビル城の狩猟クエストはキークエストに指定されていないから、一度も狩らずにハンターランクを解放することもできるぞ。ただし双剣の狩技の獣や土師がロー2の取得は、イビル城の討伐が必要だから双剣使いはぜひ買っておきたいところだな。狩技ってライズの入れ替え技みたいなやつだったかしら。ぜひ取得したいけどイビル城を狩らないといけないのよね。うぅ、欲しい気持ちと怖い気持ちで心が揺れるわ。続いてダブルクロスの解説に移るぜ。クロスでは双剣使いだけがイビル城を避けることができなかったが、今作では G 級星4のキークエストにイビル城のクエストが選ばれたんだ。ランク上げのためにはマストになっちゃったのね。しかも G 級とはこれまたきついわ。そうだな。過去作の G 級限定モーションも一緒に復活したからしんどさましましだ。さらに G 級の感動の生まれる瞬間というクエストでは、闘技場でラージャンとイビル城の同時狩猟という地獄を見ることができたぜ。プロハンも裸足で逃げたくなるようなクエストじゃない。ところでどうしてクエスト名が感動の生まれる瞬間なのかしら？ああ、これは有識戦にいるタンジアの大会受付場が、私を感動させてほしいからっていう理由からこのクエストを依頼したからだぜ。そんなことのために鬼畜クエストを受けたくないわ。でも最低限キークエストのイビル城だけクリアすればいいんでしょ？クロスの続編だしダブルクロスでも無駄に戦わずやり過ごせたんじゃない？いや、それは無理なんだ。特に近接武器使いはな。な、何があったの？どう思うかイビル城の素材から作れるグリード XR シリーズと、どう思うか将軍ギザミの素材から作れるギザミ XR シリーズを組み合わせた、通称グギグギグが剣士のテンプレ装備として流行したんだ。防具だけで切れ味プラス2に技物が発動、達人のポイントも7ついてくる。しかも空きスロットは11箇所と大盤振る舞いな装備なんだ。汎用性も拡張性も高そうね。近接武器なら何にでも使えそうな優秀な装備だわ。ああ、だからダブルクロスの近接武器使いたちはみんな、装備完成まで半泣きになりながらクエストを周回したんだ。私も装備を作ったけどどう思うかイビル城もどう思うか将軍ギザミもきつかったぜ。お次はワールドのイビル城を解説していくぜ。ワールド発売当初、イビル城はリストラされたと思われていたんだ。ワールドの舞台は新大陸ですものね。どこにでも出現するイビル城といえど新大陸にまでは足を伸ばせなかったのかしら。誰もがそう思ったんだがアップデート第1弾で見事新大陸に進出を果たしたんだ。通常個体だけじゃなく怒り食らうイビル城も実装されたぜ。鼻歌混じりに新大陸を散策していたハンターたちは、イビル城との再会に嬉しさのあまり悲鳴を上げていたな。それは本当に嬉しくて悲鳴を上げたのかしらね。ということでワールドでも晴れてイビル城と戦えるようになったわけだが、新モーションが増えたりブレスが落とし穴の最中に暴れるようになったりと、なかなか強化されての期間だったんだ。ただでさえ強いっていうのにまた強くなって帰ってきたのね。それだけじゃないぜ。もう一つ公式からイビル城にサプライズが用意されていたんだ。な、なんだかヤバい予感がするわ。ワールドからは恐竜化やどう思うかに代わって歴戦個体というのが登場したんだ。これは各モンスターの中でもとりわけ強い個体を指すんだが、例にも漏れずイビル城にも歴戦個体が追加実装されたぜ。しかも無告知でな。恐ろしすぎるわ。というかイビル城は毎シリーズ強化個体が出ているわね。ちなみに歴戦個体は食欲のリミッターが外れていない状態なんだ。だから通常のイビル城よりも強く、怒り食らうイビル城よりは弱い。というのが設定上妥当かなと私は考えているぜ。怒り食らうイビル城よりは下なのね。それならこれまでイビル城と戦ってきた猛者であれば、歴戦個体くらい余裕だったんじゃない？いやいや、防御フル強化の剣士ですらワンパンも十分あり得たぜ。しかも歴戦イビル城の受注条件はハンターランク50以上と、ギルドからもしっかり危険モンスター認定されていたぞ。ただでさえ強いイビル城の強化個体だものね。ベテランハンターでも一筋縄ではいかない相手ってことか。最後はアイスボーンだな。ワールドの続編よね。もちろんイビル城も引き続き登場したんでしょ？ああ、その通りだ。アイスボーンではこれまでの G 級クエストに相当する、マスターランククエストに挑戦できるようになるわけだが、もちろんマスターランクでもイビル城のクエストは健在だ。しかもマスターランクで相対する個体はすべて怒り食らうイビル城になってるぜ。怒り食らうイビル城って運よく長生きした希少な個体なのよね。なんでこんなにワンサ乾いてるのよ。まあ新大陸だからな。元いた大陸よりも生きやすかったんじゃないか？一応イアンガルルガの登場ムービーで、通常のイビル城を見ることはできるがこの個体とは戦うことができないから、マスターランクでは絶対に怒り食らってる方と戦うことになるんだ。潔く腹をくくるしかないってわけね。腹をくくらなければならない案件といえばもう一つあったな。嘘でしょ、まだあるの？前作はアップデートでの実装だっただろう？最初から登場してなかったってことで金冠勲章の対象じゃなかったんだぜ。ところがどっこいアイスボーンでは最初から登場したことで、金冠勲章達成の対象になったんだ。勲章コンプのためにはイビル城マラソンが必須ってこと？ああ、その通りだ。やり込み勢はかなり苦労したでしょうね。
私はそこまでやり込まなくてもいいかな。私はコンプしたい派だぜ。霊夢がアイスボーンをやるなら手伝ってもらおうかな。イビル城よりマリサの方が鬼畜だわ。歴代最強のラスボス、ゴグマジオスを徹底解説。さて、まずは巨撃竜ゴグマジオスの生態などについて説明していくぜ。ゴグマジオスは巨大固有らしいとんでもないサイズを持ちながら、その死体は妙に細長く、月並みな表現だが悪魔と形容するのが無難な姿をしているんだ。確かに、これは悪魔だわ。この世の終わりって感じよね。四本の足と翼脚を持ったマガラ型骨格の固有なんだが、ゴアマガラやシャガルマガラとはまるで違う威圧感があるよな。マガラ型骨格の集大成って感じがするわね。というか、体から粘液みたいなのが垂れているわ。ああ、この粘液に当たってしまうと、ハンターですら拘束されてしまうんだ。ゴールタールみたいだけど、どんな物質なのかしら？簡単に言ってしまうと、重油だぜ。ゴグマジオスはこの特殊な重油、超重質有骨油を体内に溜め込んでいて、体表から滴らせたり、固めて防御に使ったり、ブレスとして吐き出したりするんだ。もちろん油だから、熱を感知すると爆発するぜ。そんなのに巻き込まれたら、ハンターもただじゃ済まないわね。それに、ゴグマジオスはこの重油油を凄まじい圧力で吐き出すことも可能なんだ。さらにゴグマジオスは発熱を起こすこともできるんだぜ。自由に重油油を起爆できるの？重油油ブレスに火炎粉塵を混ぜて大爆発する熱線ブレスにすることが可能だし、発熱した爪で重油を起爆することもできるんだぜ。ちなみに爆発するブレスの名前は、爆熱重油油ブレスだ。捨て頃で戦うガンダムの技を思い出すネーミングね。にしても、恐ろしい能力だわ。ゲーム的な話になるが、この熱線ブレスの爆発は、爆発だけじゃなく爆発後のモヤにも当たり判定があるんだ。爆発に合わせて緊急回避してもモヤに被弾してキャンプ送りなんてことも珍しくないんだぜ。それは地獄ね。話を変えるけど、巨撃竜ゴグマジオスの巨撃って何なの？ここまで紹介した能力とは関係ない気がするんだけど。いい質問だな。まず撃というのは、中国に存在した、重たい槍のような武器のことだな。三国無双をプレイしたことがある人なら知っているだろう。なるほど、でもそれとゴグマジオスに何の関係が？巨撃竜ゴグマジオスの巨撃は、背中に巻き取られた初代激流装のことなんだぜ。あら、背中のトゲってゴグマジオスの体じゃなく、激流装なのね。でも、どうしてそんなものがついているの？これはゴグマジオスの植生とドンドルマの初代激流装が関係しているぜ。これも驚愕なんだが、ゴグマジオスは火薬類を好んで食べるんだ。だから、人間が築いた村などの火薬庫などを襲撃して、火薬を食べてしまうんだぜ。そんなものを食べているのね。それなら重油が出てくるのも頷けるわね。でも、そんな厄介な固有がいたら有名になってるんじゃないの？ゴグマジオスが襲撃した村は目撃情報を報告できなかったんだ。報告をするにも、生存者がいないとできないからな。つまり、襲われた村は完膚なきまでに壊滅させられてしまったと。そういうことだ。そんなゴグマジオスだが、過去にドンドルマの武器庫にもやってきているんだぜ。その武器庫には火薬と、引退した初代激流装が安置されていたんだ。その火薬を食べた時に、初代激流装が盗まれたのね。盗まれたというよりは、重油油に絡め取られたというのが正しいな。こうして、ドンドルマの初代激流装は紛失していたわけだぜ。なるほど。でも、ゴグマジオスがその場で暴れなくてよかったわね。まったくだな。にしても、それで巨撃竜ってのも妙よね。普通のゴグマジオスがいるとしたら、巨撃竜の方は特殊個体寄りにならない？ゴグマジオスは同一個体がずっと生き続けている長寿の固有でな。餌を食べて満腹になると地中に潜り、長期間の休眠状態に入るんだ。だから、他の個体がいる可能性は低いんだぜ。ゲーム的な都合で周回はできるけどな。世界観的には、ゴグマジオスはあれ一体きりってことかしら？ああ、もしゴグマジオスが他にもいて、後の作品に登場するとしたら、巨撃竜、以外の名がつく可能性もあるだろうな。あんまり出てきてほしくないけどね。でも、ゴグマジオスが世界観的にも恐ろしい存在なのはよくわかったわ。さて、次はハンターたちが最初に合間見える通常個体のゴグマジオスの強さを語るぜ。通常個体のって部分にものすごく嫌な予感を覚えるんだけど、とりあえず聞くわね。ゴグマジオスとの戦闘の舞台になるのは、ドンドルマの戦闘街だ。移動式大砲や巨有砲など、ドンドルマの迎撃能力を結集した場所でもあるな。これだけの兵器があれば、さすがに戦えるんじゃない？だが、ゴグマジオスはそれらの設備を使いこなしたとしても強敵だ。まず普通に攻撃するにしても重油油が常に滴ってくるぜ。当たってしまったら拘束されてしまうのよね。さらに、ゴグマジオスは全長50メートル近い体にもかかわらず、意外と素晴らしっこいんだ。だから、肉弾攻撃だって決して油断ならないし、大ダメージを受ける危険もあるんだぜ。それに、ゴグマジオスの体を覆う重油油は固まっていることが多くて、このせいで肉質が硬く、頑張って攻撃してもダメージが通りにくいんだ。その上、ブレスも使ってくるのよね？
ああ、大量の重粒子を吐き出してくるんだが、これも相当な威力なんだ。しかも、立ち上がって放つ極太熱線はさらに高威力で、食らえばほぼキャンプ送りだぜ。この攻撃はガード強化をつけていたとしてもガード不能なんだ。地上は完全な地獄じゃない。じゃあやっぱり、武器で戦ってないで狩猟設備を使わないと。狩猟設備を活用すれば大ダメージを与えられるな。だが、設備のある場所に登ると、ゴグマジオスは重粒子ブレスを吐いてくるぜ。狩猟設備に頼ろうとした挙句、爆熱重粒子ブレスでヒートエンドってこともあり得る。幸いにも移動式大砲があるから、動きながら迎撃したいところだな。どこにいても油断ならないのね。戦う時は極度の緊張状態になりそうだわ。ああ、初見の場合、終わりのない地獄のように思えるぜ。でも、コツコツダメージを与えていけば倒せるはずよ。ああ、だが体力が半分以下になった時に真の地獄が展開されるんだ。え？ゴグマジオスは形態変化を残しているんだぜ。そうなの？ああ、体力半分以下で怒り状態になると、流れが変わったかのように BGM が変わり、方向とともに背中から黒い煙が噴出するようになるんだ。これが、後半戦のゴグマジオスが見せる機体モードだぜ。元々の雰囲気も相まって、まさしく悪魔のような形相だよな。これはどんな状態なのかしら？平たく言うと、体温が上がった状態だな。滴る重粒子はその熱で、落ちてからすぐ爆発するようになるぜ。この爆風を受けると、火属性やられ台がつくという危険な状態だ。爆発に巻き込まれただけでもやばいわね。さらに、この状態になるとゴグマジオスは信じられないことに、翼を使って空を飛び始めるんだ。え、あのデカさで飛べるの？信じられないが、飛べてしまうんだぜ。さらに、その状態で爆熱重粒子ブレスを回転レーザーのように打ちまくり、戦闘外の至るところを爆発させてしまうんだ。もちろんだが、被弾したらほぼ終わりだぜ。そんな状態のゴグマジオスと最後まで戦わないといけないのね。うまいこと狩猟設備を使ってな。ちなみに、ゴグマジオスの背中にくっついている初代激流装だが、V 破壊で落とすことができ、そのまま使うことができるぜ。それは粋な演出ね。それに、機体モードのゴグマジオスは、重粒子に覆われていた V が柔らかくなるんだ。近づくのもはばかられる超危険な状態だが、攻撃のチャンスでもあるんだぜ。なるほど。でも、そんな状態のゴグマジオスに近づきたくないわ。こんなクエスト、みんなクリアできたのかしら？クリアできない人も多かったぜ。強さもそうだし、時間内に体力を削りきれない人もいてな。ゴグマジオスを倒せず、同行してくれる人を待つ人、通称マジオス難民が発生したんだ。ラスボスモンスターで難民が発生するって、そんなことあるの？それを起こしたのがゴグマジオスなんだ。だからこそ、モンハン史上最強のラスボスとして現在も語り継がれているんだぜ。なるほど、誇張表現でないことがよくわかったわ。そして、このゴグマジオスには、なんと強化個体も存在するんだぜ。え、ただでさえ強いのに強化個体？ 4G、さすがにやりすぎだわ。さて、通常個体の時点で強化個体のようなものだが、ゴグマジオスには劣気とした強化個体と戦うクエストが存在するんだ。それも、強化個体のクエストは2つあるぜ。何度でも言うけど、4G はさすがにやりすぎよ。で、強化個体って体力とか攻撃力が強化されてるのよね？一つはそうだな。ということで、最初に登場した強化個体クエストは、大敗の沼だぜ。こちらのゴグマジオスは通常個体よりも体力と攻撃力が高く、クリアするのは相当に難しかったな。そりゃ、こんなモンスターの強化個体ならしょうがないわよね。でも、素材が欲しいなら通常個体の方を頑張ればいいんじゃないの？そうなんだが、このクエストには独自の報酬があったんだぜ。独自の報酬？ああ、このクエストをクリアすると、友人とニャにグランミラオスの素材が追加されるんだ。グランミラオスってトライ G に出てきた近畿のモンスターよね？ああ、その素材が手に入るということで、みんなこのクエストに挑戦したんだ。通常個体よりも、報酬の素材自体も良かったしな。でも、クリアは難しいんじゃない？ああ、結局はマジオス難民が増えることになったぜ。通常個体の時点で地獄だったのに、さらなる地獄を追加したのね。いや、これだけじゃなく、強化個体クエストはもう一つあるぜ。むしろ、こちらの強化個体クエストの方が地獄なんだ。どんなクエストなのよ？それが、巨撃砕くは砲撃の雨だぜ。こちらのクエストのゴグマジオスも、言うまでもなく強化個体だ。でも、最初に紹介したクエストよりも地獄なのよね？さらに体力と攻撃力が上がってるとかかしら？違うぜ。このクエストはいつものように戦闘外でゴグマジオスを討伐するという内容なんだが、ゴグマジオスは最初から黒い煙を立ち上らせた状態、つまり機体モードなんだ。は？じゃあいきなり飛び上がって、ブレスを打ちまくってくるの？その通りだぜ。まさしく、最初からクライマックスというわけだな。体力とか攻撃力はどうなのよ？強化個体だから、もちろん強化されているぜ。しかも、機体モードからスタートだから、空を飛ぶ時間も長くてな。効率よく攻撃できたとしても、最終的には制限時間との戦いになるんだ。
クリアさせる気が感じられないわね。だが、このクエストの報酬でわれは素材が出やすいんだぜ。それに、GX 好転、GX 装填シリーズの素材である、残留チケットが獲得できるんだ。なるほど、挑戦する価値はあるというわけね。地獄を見ることになりそうだわ。さて、次はゴグマジオスの素材で生産できる防具、ゴグ、マゴグシリーズについて解説していくぜ。随分と言いづらい名前だし、聞き覚えもないわね。どんな防具だったのかしら？順を追って説明しようか。まず見た目だが、メタリックかつゴグマジオスらしさも表現したデザインだぜ。確かに、これはかっこいいわね。ああ、ビジュアルはな。性能はどうだったの？剣士とガンナー共通の発動スキルは、複合スキルの奥義だぜ。何やら強そうな名前だけど、どんな効果なの？奥義は、覚醒と属性攻撃強化と状態異常攻撃プラス1が同時に発動するんだ。覚醒からしてよくわからないわね。某シリーズの武器には、属性値が、カッコ比100のようにカッコ付きになってるものがあるぜ。この場合、普通に使っても属性や状態異常が発動しないんだが、覚醒のスキルがあると、武器に秘められた属性や状態異常が発動するんだ。なるほど、カッコ付きの属性や状態異常を引き出すスキルが覚醒なのね。ああ、そして奥義についている他のスキルは属性攻撃と状態異常攻撃を強化する内容だ。奥義は、カッコ付きの武器にはうってつけのスキルってことね。そういうことだぜ。そしてゴグ、マゴグシリーズは剣士の場合、一式で見切りプラス2、砲術師、砥石使用低速化。ガンナーの場合は弾道強化。通常弾連射やアップ、装填速度マイナス1が発動するぜ。言っちゃ悪いんだけど、微妙じゃない？特に剣士はな、奥義がある以上、カッコ付きの属性や状態異常武器が武器の候補になるんだが、ゴグ、マゴグシリーズには砲術師のスキルもついているんだ。砥石低速化は装飾品で解消するにしても、これらのスキルを全て活かすためには、一部のガンランスかチャージアックスしか武器の選択しかなくなるんだ。すべてのスキルを活かそうとすると、武器がほぼ決まってしまうのね。逆にそうしない場合、貴重なスキル枠が確実に一つは死ぬことになるんだ。汎用性も低くて、剣士装備はほとんど出番がなかったな。悲しいわね。じゃあ、ガンナー装備はどうなの？ガンナー装備の方は、まだ汎用性の高い装備となっていたぜ。覚醒は弓にしか効果がないんだが、それ以外のスキルは汎用性が高いしな。装填速度マイナス1も装飾品一つで解消可能なんだ。だから、覚醒が必要でためさんが連射矢の弓とは相性が良かったんだぜ。なるほど、弓にしてもかなり武器を絞られるのね。何にしても、大流行りした装備ではないってことは分かったわ。あんなに強いモンスターの防具なのに、残念だわ。ちなみに、ゴグ、マゴグシリーズは説明文がおかしいことで有名だ。これは剣士用の同装備の説明文だが、漆黒に包まれた冥界の使者は、闇と共に地に生まれ落ち、背負い死後を大地に振りまく、なんだぜ。何かの予言書かしら？さて、次はゴグマジオス素材で作れる武器を紹介するぜ。全部機種とはいかないが、大まかな傾向を見ていこうか。それから、センスが輝くネーミングもな。そう言われると、性能より名前が気になってくるわね。まずビジュアルだが、悪魔のようなゴグマジオスの見た目とはかけ離れているぜ。神秘的な青さを持った、綺麗な武器たちなんだよな。本当だわ。ゴグマジオス武器だから、もっとドロドロごちゃごちゃしているかと思ったわ。ゴグマジオスがドロドロのごちゃごちゃなのは、重油油とそれに巻き取られたものが原因で、実際は綺麗な体色をしているそうだ。バルハザクと同じで、身にまとっているもので損をしているタイプなのね。でも、どんな性能をしているのかしら？ゴグマジオスの武器だし、火属性か爆破属性かしらね。気になる性能だが、すべての武器に共通して、まず攻撃力が高いぜ。マイナス会心が少しついているが、そのままでもいいし会心スキルで打ち消してもいいな。高い攻撃力でゴリ押せるってことね。でも、属性はないの？あるにはあるぜ。火属性もいいけど、汎用性が高い爆破もいいわよね。いや、ゴグマジオス武器の属性は睡眠なんだ。え？ゴグマジオスのどこに睡眠の要素があるのよ。満腹になったら寝るそうだから、その辺じゃないか？適当すぎるでしょ。それはさておき、切れ味は強化することで紫ゲージは短いながら優秀だぜ。切れ味系のスキルを用意しなくても十分に活躍してくれるんだ。紫ゲージが短いから、手数武器には向かない部分もあるけどな。睡眠のインパクトが強すぎて切れ味の話が頭に入ってこないわ。というか、睡眠なんだから手数武器が輝くんじゃないの？防具と同じで、なんかちぐはぐな感じがするわ。そう思うかもしれないが、ゴグマジオス武器は白ゲージも長いんだ。だから、手数武器の片手剣や双剣でも十分に活躍できるんだぜ。睡眠属性の数値は少ないが、モンスターを寝かせることも十分に可能だ。攻撃力で睡眠のおまけ付きと考えると、片手剣や双剣は優秀な武器なんだぜ。なるほどね。防具よりずっと活躍の余地がありそうでよかったわ。
って、肝心の名前が気になるんだけど。ああ、ゴグマジオス武器の名前なんだが、強化前は妙に中二病っぽくなっていて、強化後はラノベのタイトルみたいになっているんだ。え？たちを例に挙げると、強化前が誘いの俺口で、強化後の名前は残罪のエルガレイオンだぜ。本当にラノベっぽいというか、アニメ化されそうなタイトルね。ああ、他にも忘却のオストラコンや破滅のキリエ、大将のネイディアなどなど、ゴグマジオス武器はラノベのタイトル案みたいな名前で、見ているだけで楽しいんだぜ。確かに、ちょっと和むわね。棺のチャイカとか混ぜても違和感ないわ。というか、ゴグマジオス関連で和むのって武器の名前くらいなんだよな。生態も設定も強さも、地獄みたいな感じだったもんね。最後に武器の名前で和めてよかったわ。いつもコメント、高評価ありがとうな。これからも、モンハンに関する動画を投稿していくので、よかったら他の動画も見ていってね。